か。ここでルールの説明をしておこう。1、制限時間は1時間。2、時間内はトイレ等席には立てない。3、無理と判断された場合、店員にストップをかけられる。4、ストップを無視して続行し、他のお客様のご迷惑となる行為に及んだ場合、いずれのチャレンジも罰金1万円。5、もし失敗したらラーメン以外はお土産として持ち帰れるぞ。さあ、木下優香はこの一生チャーハンを何分で食べきれるのか。いや、そもそもこれは食べきれるのか。見事完食証明とお酒をいただきました。ありがとうございました。